今回はマイアミグランプリの決勝の様子をご紹介します。当初決勝レースは雨の予報となっていましたが、全く雨の気配がなくなりドライコンディションとなりました。そうなると予選で15番手17番手に沈んだアルファタウリ勢にとってはほぼノーチャンスになると思われていました。アルファタウリは15番手のデフリースにミディアム、17番手の角田裕樹にはハードとスタート時のタイヤを分けてきました。同じく予選で下位に沈んだマクラーレンの2台はソフトでのスタートという奇策を取りました。スタート直後のターン1でデフリースがノリスに追突してしまい、いきなり最後尾に落ちてしまいました。せっかく予選で角田裕樹の前のグリッドを獲得していたデフリースですが、実質スタートから数秒後のターン1でそのマージンをなくしているので、自身のミスでいきなり崖っぷちに立たされたと言えます。角田裕樹はオープニングラップで2つ順位を上げ15位に浮上していました。予選 Q3 での赤旗中段に泣かされたマックスは9番手からのスタートでしたが、オープニングラップで1つ順位を上げ8番手に浮上。さらに4周目には目の前でやり合っていたルクレールとマグヌッセンを2台抜きし6位に浮上していました。後方ではソフトスタートのマクラーレン勢が早くも6周目までにタイヤ交換を済ませていたので、ソフトでの奇策は大失敗だったといえます。目の前のピアストリがピットに入ったことで角田裕樹は14位に浮上しています。ハードタイヤの角田裕樹のペースは力強く、予選までとはまるで別のマシンになったような感じがしました。8周目マックスがラッセルをかわし5番手、翌9周目にはガスリーもかわし4位に浮上していました。明らかに速いマシンに乗っているマックスですが、決して無理をせずタイヤを痛めないオーバーテイクを心がけていました。この時点で10位のボッタスを先頭とした16位のストロールまでの7台のトレインができていました。フリー走行と予選で2度クラッシュしたルクレールはカスタマーチームのハースのマグヌッセンをなかなかかわせず、ようやく13周目に抜いたものの、すぐさま抜き返されていました。14周目サインツを抜いたマックスが表彰台圏内の3位にまで浮上していました。15周目ミディアムスタートのマグヌッセンがピットに入ったことで角田裕樹は13位に浮上しました。そしてレッドブルのマックスもアロンソをかわしついに2位にまで浮上していました。この時点でトップのペレスとのタイム差は 3.7 秒ありました。16周目ガスリーとボッタスがピットに入り、角田裕樹は11位に浮上。ミディアムスタートのデフリースもピットに入り19位でコースに復帰しています。18周目ラッセルとルクレールがタイヤ交換を済ませ、角田裕樹は9位に浮上。19周目にはペレスとマックスの差は 1.5 秒にまで縮まっていました。20周目ミディアムスタートのペレスがピットに入り4位でコースに復帰しています。そして22周目角田裕樹はストレートが速いウィリアムズのアルボンをかわし8位に浮上していました。26周目角田裕樹はタイヤ交換を済ませたラッセルにかわされ9位に後退してしまいましたが、明らかに速いメルセデスとは別のステージで戦っているのでこれは仕方ないと言えます。33周目角田裕樹は同じハードタイヤのヒュルケンベルグをかわし8位に復帰しています。翌34周目角田裕樹は自己ベストを叩き出し37周目にピットに入り14位でコースに復帰しています。その後ストロールのタイヤ交換で角田裕樹は13位になりました。ハードスタートのマックスは43周目に自己ベストをマークし、44周目にはその時点でのファステストラップをマークし、ついに46周目にピットに入りました。マックスはペレスの 1.2 秒後方でコースに復帰しましたが、新品のミディアムタイヤに交換しているので明らかにマックスが有利な展開となっていました。そして48周目のターン1でアウト側からペレスをかわし、ここで勝負は決着を迎えたといえます。13位の角田裕樹は調子の良いヒルケンベルグを抑え続け、
47周目にはまたしてもウィリアムズのアルボンをかわし12位に浮上しています。角田裕毅の次のターゲットはハードタイヤのボッタスでしたが、1周につきコンマ5から1秒近く差を縮め、51周目のターン17の見事なオーバーテイクで11位に浮上しました。この時点で残りの周回数は7周、10位のマグヌッセンとの差は約5秒ありました。52周目には 4.3 秒差、53周目には 3.9 秒差、54周目には 3.7 秒差、55周目には 3.3 秒差と、角田裕毅は自己ベストを更新しながら着実にマグヌッセンを追い詰めていました。ファイナルラップを迎えた時点での2人の差は約2秒で、角田裕毅はファイナルラップに自己ベストを更新したものの、最後は 1.4 秒届かず、またしても入賞目前の11位でフィニッシュしたのです。最後の数周はアストンマーティンのストロールを見事に抑え続けた中での11位フィニッシュは、ポイントこそ獲得できませんでしたが、またしても自身の評価を上げたレースになったと思います。今回の角田裕毅もレース中全くミスをせず、マシン的に速いハースやウィリアムズをコース上で抜いているので、これ以上何もできることはないと言えるでしょう。全20台が完走した、全く波乱が起きなかったこのレースでの11位獲得は、今後に向け非常に勇気づけられる結果ではないでしょうか。優勝は9番手スタートのマックスで、ポールポジションからスタートしたペレスに精神的に大きなダメージを与えたように感じます。チームオーダーは全くない状態で実力でペレスを倒したマックスの凄さが改めて証明されたレースだったと思います。今後ペレスがタイトル争いに踏みとどまるためには、1段階も2段階もギアを上げる必要がありそうですね。これがマイアミグランプリの最終結果です。今回はトップ4の一角、アストンマーティンのストロールが下位に沈みましたが、アルピーヌの2台が揃って入賞しているので、事実上トップ5がポイントを獲得したことになります。ストロールが落としたたった一つの席をハースのマグヌッセンが手にし、それに限りなく近づいたのがアルファタウリの角田裕毅ということになります。つまり今後のレースはトップ5が10位までを独占する可能性が高くなったと思うので、残りの5チームのドライバーにとってはさらにポイントが遠くなるかもしれませんね。レース後、角田裕毅はこう語っています。全力を尽くしただけに入賞できなかったことは残念ですが、自分のパフォーマンスには満足しています。今日は精神的にタフなレースで、常に前後に誰かがいて休む間もありませんでした。レースペースがここまで強いとは思っていなかったので、今後のレースに向けての励みになります。イモラではアップデートも控えているので、ポイントを獲得できるようにしたいです。イモラでのアップデートが何段階目なのかは分かりませんが、それが効果を発揮することを切に願います。残念ながらポイントは獲得できませんでしたが、今回の角田裕毅の走りは個人的には今後のレッドブル昇格に一歩近づいたように感じます。対照的に18位でフィニッシュしたデフリースは自身の評価をさらに下げたように感じます。皆さんは今回のアルファタウリの2人をどう評価しますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。